っぱ片耳いいですね。かわいい。かわいいです。かわいいこの提案。この3つセットいいね。わあ、いい、いい感じ。本当にこのつぶっていう感じがいいですね。くったり感とこの輝きのコントラストが良い。はい、こんにちは、シトレイです。今日はですね、ホリデーシーズンなので、みんなにクリスマスとか、みんなプレゼントあげたくないですか。はいはい、自分に、お友達に、そんな時にぴったりなものを見つけました。ご存知なんですけどもちょっとおなじみで、おなじみですけど、新作が出たらしいですよ。そう、あと人気のホリデーシーズンのホリデー用のやつ、ギフトっぽいやつ出たらしいです。じゃあ早速うちの準レギュラーを呼んでみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。株式会社フームスの井出と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 PR の近藤です。よろしくお願いします。A さんはあれですかね、はい、エレガンス先生で床で寝っ転がってた。あ、そうですね。寝っ転がってらした、三角形みたいになってますね。まあそれはいいとして、はい、改めてなんですけども、はい、知らない人のためにルボンボンのブランドについて教えてください。はいはい、ありがとうございます。2017年からスタートしてまして、まあ、日常に寄り添うジュエリーというところからスタートしてるんですが、スキンジュエリーですね、この華奢な肌へのせて非常に綺麗に輝く、ジュエリーアイテムを中心に展開しているブランドです。ちょっと華奢なイメージ私すごい。あ、そうですね。はい、では早速新作の方を見てみたいと思うんですけど、どんなものなんでしょうか。ありがとうございます。 23AW のコレクションワイド2コレクション発表しておりまして、はい、パールプラネットという、はい、パールをこう惑星に見立てた遊び心あるモダンなデザインを展開しております。確かに大きさの違うパールだったりとか、はい、結構形とかも面白いですね。はい、そうですね。こちらプラネットパールチョーカーと申しまして、ちょっと惑星がこう並んでるような、この部分も全部パール。はい、そうです。へー、綺麗。こちらは税込み 16,500 円になります。安いですね。まあ、分かってはいましたけど。分かってるけど、はい、ここまでやったからちょっとするかなって思った。はい、しかも純粋な丸っていうよりもちょっとずつ歪みがあるっていうか、はい、味のある形になって、はい、一つとして同じものがないってやつですよね。なんか自然の恵みから誕生したパールのこの美しい佇まいを生かしたデザインになっております。うんうん、チョーカーシリーズの他はどんなものが？はい、あとは、うんうん、ちょっとこう目新しいデザインですと、こちらのイヤカフも。イヤカフなの？はい、そうです。こちらも惑星に見立てたイヤカフになってます。よかったらつけてみて。つけてみつけて、はい、これとこれはやっぱちょっと大きさが、はい、ちょっとずつ違う。 M サイズと S サイズという形で、割とこう柔軟性のあるワイヤーにパールを取っているので、確かに重ね付けとかしたくなりますね。可愛いですね。ねえ、ちっちゃいのはどんな感じなんですか。ちっちゃいのもぜひ。あ、これはこれで可愛いね。なんかこうパールがギュッと詰まっていて、うんうんうん、つけていただくと結構差が、光沢感が美しく、周りを明るくしてくれます。へー、かわいい。この他は、その他は、ここら辺でもそうですか。この辺もそうですね。こちらも惑星がこう軌道に、あ、乗ってる感じ、はい、乗ってるようなイメージ。しかもこれ、ちっちゃいパールとキーパール、色ちょっとずつ違うんですね。ちっちゃい方がブルーがかった感じで、こっちがもうちょっと乳白色みたいな、ミルクみたいな色になってますね。本当に軌道にパールが浮かび上がってるような、ちょっと上に出てるような、そうなんですよ。確かに、はい、神秘的なデザインです。はい、これで重ね付けをすると、あ、そう、はい、ゴージャス、こういう感じ、ゴージャス、ゴージャス、うんうん、これはこっちは耳の中にこうパールがオブジェのように、中、はい、どこどこ、はいはいはい、あ、中に入ってるみたいな。ポジショニングが変わってるんで新鮮な。へえ、はい、面白い。この形ちょっと。今日スタイリングもしてくれるっていう。あ、忘れてた、忘れてた。トレンドを兼ね備えた私服スタイリングみたいなやつを3選しようかな。それにどんな、このルボンボンどれに合うかなみたいなのを提案してもらおうかなと思ってきました。まあ、お楽しみ、お楽しみ、まあ、まずは見ましょうよ。言い忘れてました私は。で、このカフシリーズがあって、はい、こっちがピアス。はい、ピアスです。こういう縦になるんだね。はい、ダブルパール、こういう感じ。はい、雪だるまのようなちょっと可愛らしいシルエットが一連も、はい、バックキャッチになっておりまして、前から後ろからってやつですね。はい、後ろから見ると可愛いんですよね、こんな感じ。後ろから見るとこんな感じ、はいはい、うん、あるですね、うん、バックスタイルね、かわいいですね。そう、プリンってなって、うん、はい、ダイヤのタイプもございます。あ、これダイヤなんだ、はい、このキャッチがね、ダイヤ、ダイヤです。ってことはこっち前でも OK ってことか。あ、もうそうです、はい。で、プラネットだけに星型もあるでよ、はい、
星のパールですね。あれですね、星のカービィみたいな形してます。懐かしくございませんか。なんで声が小さくなったの。パールってレーサー的に今つけたい。なんか定期的につけたくなるよね。そうですね、うん、なんか今はもうちょっとフォーマルだけではなくて、うん、本当に日常使いにもパールって使うよね。はい、使うアイテムになってきて、昔は冠婚葬祭とか、そうですね、いう感じだったけど今、うん、ファッションパールになったよね、はい、あとちっちゃいからチャレンジしやすいと思う、うん、でかいと本当に数珠みたいになるじゃないですか、はいはい、あれがないから、はい、チャレンジしやすいんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、こちらはどんな、はい、スタッドパールピアスという本当にシンプルな、うんうん、美しい佇まいを最大限に生かしたスタッドのパールピアスになっております。これも可愛いですよね、流れるシリーズ。そうですね、これも一番上がダイヤになっていますね。あ、本当だ、本当で3、3つ、はい、あ、4つか。これ揺れます。もちろんですよ、揺れますし、これ外せますよね。そうで、あの2円です。外せるということ、あ、こうもいけるし、うんうんうん、これを外して、はい、そうすると、ちっちゃっとした一、はい、つ分にもなるし、はい、チェーンを通して、キャッチだけつけれるってことですね。そうです。おー、二通り、はい、なんてことは、ってことはこれいけるってこと、間に通したってこと、ね、そうそうそう、はいはいはい、こういう揺れもいけると、はいはいはい、短めに揺れさせるよ、はいはいはい、長めに揺れさせるよ、はいはいはい、紫藤さんです。初めてです、初めて見ました、初めて。うん、ね、これはそうですね、そういうアレンジはなかったですね。あ、本当、発明しちゃった、発明しちゃった、発明しちゃった、また入江さんが好きそうな言葉使っちゃった。発明です。やっぱ揺れるやつは、揺れるやつは持てるんですね。持てます、うん、近藤さんも、あ揺れてますよ。はい、多分今持ててる最中、絶賛持ててる最中。スリングパールピアスといいまして、うん、L、M、S、3サイズ展開しています。私今 M サイズ。M サイズ、はい。M サイズでも結構なんかつけると存在感あるね。うんうんうん、約5ミリ玉のパールですね、うんうん、こちらは。5ミリ。はい。もうちょっと大きいのが約7ミリ。7ミリ。こちら L サイズ。うんうんうん。こちらは約3ミリ。3ミリ。はい、2ミリ刻みなわけですね。刻んでます。これあの2つついてるんですけれども、片方、うん、販売なんですよ。ルボンボンのあのチェーンがですね、こうちゃんとカッティングのチェーン使ってますんで、うん、チェーンでキラキラ光るようになってます。光るようになって。片方だけってよくない？こっちがね、一個だけな。あ、本当だ。こっちはシンプルな。あ、これいいですね。はい、遊べる。そして、こちら側があのちょっとシンプルになります、ね、はい、スキンジュエリーの方の新作になっておりまして、うん、チェーンはすごく繊細なデザインになっておりまして、うんうんうん、光を受けることによって表情なる輝きを見せてくれるのが最大の魅力になっております。チョーカー、ネックレス、ロングネックレスの3パターンですね。はい、はい、なるほど、なるほど、はい、どういう特徴があるんですか、このチェーンは。マイルストーンっていうその規則的に配置されたデザインになっておりまして、ちょっとあの網が変わってるんですね。そうですね、ちょっとツイストが入ってるものとチェーンとの交互のデザインになってます。ビクトリアチェーンだとこう面が反射するのでキラキラとした印象になるんですけれども、うんうん、こちらはどちらかというとちょっと落ち着きのある輝きになりまして、ただこのちょっとポイントになってるねじれが入ってるところは部分的に光る、うん、あ、でも手にのせると結構キラキラしません？で、こっちはまた違いますよね、はいはい。こちらはサイレントネックレスとサイレントチョーカーになります。こちらもあの等間隔とかの規則性にこうカッティングが入っている、石が入ってるわけじゃなくてカットでこんなにキラキラするの、うん、はい、純金のこのボール、うん、カッティングボールが入ってますので、うんうんうん、それでこう、はい、ちょっとこう変速点が輝くと、うん、かわいいです。あ、かわいい、キラキラする、肌をするキラキラ輝くっていう、乗せた方がカッティングが分かりますね。さっきのチョーカーもよかったらちょっと、はい、比較検討します、うん、この前の方のチョーカー、はい、あ、確かにちょっと光が違う、なんか落ち着いた輝き方をしますね、はい、こちらの方が、うん、違うね、チェーンの世界すごいね、うん、そしてもう一つありますね、はい、そうです、スターダスト、こっちが一番強い、はい、まあ、繊細なデザインではあるんですが、うん、カッティングは細かく入っているので、はい、うん、ぜひつけていただければ。こっちが一番キャッキャン、そうですね、キラキラ光るね、すごくなんかしなやかですよね、肌、ね、にこう沿うように流れて光が走るんですよ、これ全部同じ均等なんで、うん、光がピュッピュッと走るよ、でも細いからその光がそのいやらしくならないというか、そうですね、ギラつかないというか、うん、
ヨドンバは10金のコレクションが多いんですけども、うん、10金がね結局あの光型が優しいんですよ、少しイエローが優しいというか、うん、でそういう人は、ね、T シャツとかそういうカジュアルお洋服に合わせやすいって、うん、18とかなんかキラキラなんですか、もう少しねあの黄色の色味が強くなイエローが少し強くなるのでもう少し主張するような、うん、カジュアル使いからだとどれくらいの方が、そう日常で、ね、使う日常から少ししっかりしたお洋服とかだと10金は非常に合わせやすいと。そしてまだこちらにもあります、はい、こちらはじゃあちょっとあのホリデーらしいモチーフジュエリーが新作で登場しております。丸とハートと星のダイヤモンドを散りばめたトップをあしらったデザインになっておりまして、チョーカータイプのデザインとネックレスタイプのデザインと、うん、こちらが少し長めになっております。ダイヤモンドのシリーズはあのルボンボンが大切にしている女性像をイメージしたシリーズになっております、うん、丸は、オリビアと言いまして、うん、知的な女性を想起させる。じゃあハートマークは、ハートはアバと言いまして、うん、愛情に満ち溢れた女性をイメージしています。星はステラと言いまして、前向きでポジティブな女性をイメージしたデザインになってます。それでネックレスバージョン と、ブレスレット、はい、ブレスレットとピアスバージョン、片耳のピアスになります。あとはこちらの、ストーンのタイプの新作も入ってきております。これもキラキラしてますね、はい、こちらもこうあの均等に配置したゴールドの、はい、あーかわいい、ちょっとカジュアル見えしますね。そうですね、水晶とゴールドヘマタイトの天然石を、うんうん、はい、使用しているデザインになってます。なんかカジュアルだけど、でもあの色が結構清楚だから、そうですね、透明感が重ね付けでちょっとボリュームを出した時にポイントで入れてもそんなにこううるさくならないので、こちら同じデザインの色違いの、あ、ブラックバージョン、はい、ブラックバージョン、ブラックスピネルになります。一番ここだけ白いのが可愛いですよね、はい、これずらして前にしても、あ、確かに確かに、うん、でちょっとゴールド入ってますよ、はい、パールも入ってますよ、バージョンちょっとこうモード感のある、こんなにたくさんあると選べないという、そんなあなたのために今回は入江さんが気の利いたセットを用意してくれています。こちらがこのモデルの着用しているセット、ビクトリアと、はい、マイルストーンネックレスのセットですね。ちょっとキラキラの仕方が違うやつ、はい、これが鉄板人気らしいですね。ハーモニーセットでやっぱりあの2つ の、 あの異なる輝きをこう重ねたセットそのハーモニーになってます。なるほど。こっちは、はい、このお隣が、これプリズムセット、ビクトリアチョーカーとダイヤモンドチェネックレスをレイアウトしたデザインになってます。こちらは何になるんでしょう、はい、ブランセットと言いまして、ルボンボンの人気のブランパールチョーカーとソフィーチェーンっていうこのまた綺麗なチェーンを使ってるんですけども、落としたのパールのネックレスとのレイアウトになっております。なるほど、これもカレンディーですよね。で最後がこれユーモアセットと言いまして、ちょっとこう遊び心のあるボリュームのあるパールとステラネックレスを合わせた、はい、デザインになっております。このパールですね、はい、同じパールです。この際もこれ丸つけてるけど、はい、こっちのセットは星型、はい、リュウさんどれ今欲しいやつだったらこっちかな。おー、それ行く、こっちもいいなと思ったんだけど、もうちょっとプチってプチって欲しいなっていう時にこっちかなって、こっちとこっちはあのいろいろ考えたりしなきゃいけないから、何も考えずにずっとつけられるのはこっちかなって思った。なるほど、合わせやすさっていうことですね。そうそうそう、ちょっと改めてビクトリアネックス改めてちょっとつけてみたい、つけてみたい、こっちの、はい、惜しい、ね、一番人気ですか、一番人気のやつのセットの、はい、これが、ああもうすごいよ、ちゃう、圧倒的っちゃ圧倒的よね、そう、あ、確かに、そう、強いね、強いですね、はいはいはい、じゃあどうするか重ねてみますか、重ねてみます、はい、これで、わあ、いい感じ、本当にこの粒っていう感じがいいですね、そして新しいコレクションもあるということで、はい、こちらをご覧ください、これですね、なんかちょっと別格感ありますけども、はい、これはこちらルボンボンプレシウという新しいコレクションになっております。プレシウ18金を使ったコレクションになっております。ちょっとキラッとしますね、はい、少しキラッとする、繊細しなやかなデザインになっています。滑らかな光だね、こっちは、はい、キラキラっていうよりも、はい、面がねちょっとゆっくりゆっくり光る感じ、はい、いや、こっちのダイヤとこっちのダイヤどっちがの、こっちはあれなんですよ、あの18金 の、 あのカットボールなんですよ。あ、カットボールなんだ、これがいいかな、そしたらそうだね、繊細感違うね、あ、綺麗ですね、大人って感じがする、あっちは結構もうちょっとピカピカって楽しい感じだけど、はい、こっちは
なんだろうね、いぶし銀のようなというか、はい、でダイヤバージョンと、はい、ブレスレットバージョン、はい、ピアスって感じですかね、はい、ピアスもダイヤとあとオーガニックピアスって言いまして、うん、2粒あ、ほんとだ、大きさがちょっと違う、はい、次は、うん、サンスタイリングお願いしたいと思います、はいはい、近藤さんのおすすめ、うん、でさ、まず着替えていく、まず着替えていきます。最初はやらしい感じ、ブリブリした感じ、でもちょっとトレンドだと思っていると、トレンドセミナーでは、訴求してある、はい、うん、やつです。はい、こんな感じになりました、うん、このなんかね、数字の1みたいなアイラインシルエットがちょっと気になるなと思って、うん、です。なんかセカンドスキン流行ってるじゃないですか、はい、ピタピタ、うん、あれ最初上流行ったんですよ、トップス、はい、でボトムス流行ったんですよ、次はもう上も下もっていうのが最終関西系、じゃそれ、それに合いそうなものは、はい、なんかちょっと首の空き具合がこう絶妙なこういうちょっと、はい、感じなので、ちょっと長めのものと、うんうんうん、ダイヤの輝きも添えてこういう合わせができたらなと思っております。なるほど、はい、いいっすね、いいですね、やっぱ2年すごい輝きの血がキラ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 している、へー、こういうグラフィカルなお洋服にはなんか純金の輝きとダイヤモンドの輝きを、はい、すごく合うと思います。確かに洋服はなんかガラガラしてるから、うん、ここでなんかいろいろなこう要素つけすぎちゃうと、うん、トゥーマッチになるから、うん、細いもので存在感あるものっていうのはすごいナイスだと思います、うん、あとこれも聞いてません、うんうん、揺れるし、アイラインシルエットにアイラインピアス、そうですね、うまいこと言った、うまいこと言った、さすがです。じゃあ次は、次はあのランウェイで見かけた気になるやつ、おお、へえ、明智くん見てるよ、おお、じゃあちょっと楽しいでしょ、はい、じゃあ行ってきます、はい、こんな感じになりました、ドン、うん、ラガーシャツですね、はい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 、あのショーで見たやつですよ、あ、ドリスのショーで見たやつ、あと1年前のショーでステラのショーでもあった、そうしましたらだからちょっとパールアイテムを合わせたらかわいいかなって思っています。確かに、で襟があるので、でもちょっとゴールの輝きも入れたいので、うんうん、シャツの中にこうちょっとパールが浮き出るような、浮かび上がるような、うんうんうん、イヤーカフなどでポイントで入れたらいいかなって思っています。おー、良さそうじゃないですか、もう良さそう、このコントラストだけでもう良さそう、おー、いいいい、このなんか古着のくったり感とこの輝きのコントラストが良い、すごいコントラスト効いてますね、このカジュアルなんだけどちゃんとしてる感が、はい、あとこの耳のブリブリした存在感、ボリュームを出しました、ドーンドーンみたいな、でこっちは1個だけ2年か8年だと、しかもこのラガーシャツがラフであればあるほど、うん、この繊細さが際立ってます ね、 ね、わざとやってる感になります、あ、ちゃんとしてる人がわざと汚いもの着てるなっていう、汚くないですね、全然食ったくなるもの着てるなっていう感じ、うんうん、で最後は多分寒くなってきたからアウター、ちょっとモコッとしたアウターに合わせるジュエリーを提案してもらいたいなと思います。こんな感じになりました、ムートンですね、はい、みんな大好きムートン、多分みんな持ってるんじゃないかな、うん、これと何を合わせてくれるんでしょうか、はい、やっぱこのモコモコの感じがすごく可愛いので、うん、はい、あと首元はちょっとキラッとやっぱりビクトリアのチョーカーで、うん、一番キラキラしてますね、はい、キラキラを入れていただいて、はいはい、あと耳元は少しボリュームのある一番大きい、はい、スイングパール と片側は、はい、星のピアスで可愛い、やっぱ片耳いいですね、うん、両耳も可愛いけど片耳の方がなんかちょっと動きがある気がする、うん、逆側が星になっております。でこっちは一番大ぶりの3連ですね、モテるやつ、モテるやつ、うん、でこうちょろっとだけムートンの間にちょろっとだけビクトリア入ってます、うん、みたいな、キラッとします、かわいい、かわいいですね、かわいい、この提案、この3つセットいいね、うん、特にあの冬ってこうモコモコしてあの埋まりがちだから長いネックレスにチョーカーの方が、うん、あの目立つかもしれない、うん、はい、このリボンボン、あの実際お店で見たいって時はどうしたらいいでしょうか、はい、今ですとあの新宿の伊勢さんですね、アーバンクローゼット2階のフロアがございまして、うん、そのお店と、うん、
あとはユナイテッドアローズ様の、店舗でも取り扱っております。あとその他のお店でもご展開いただいてますので、うんうん、それまたあの、弊社、ルボンボンのホームページに展開店舗記載がございますので、うんうん、こちらでご覧いただきます。あと12月のですね、はい、20日からですね、はい、新宿一帯の先ほどのアーバンクローゼットの、うんうん、フロアであるポップアップもございますので、うんうん、例えば今ご展開いただいているものと、あとはプラスモアバリエーションと、うんうん、あとは伊勢丹限定のですね、ちょっとこのセットとはまだ別のスペシャルセット、スペシャル伊勢丹限定のセットも販売しますので、うんうん、はい、ぜひ来てございましたら、はい、ご覧いただけますと幸いです。近藤さんもいる時あるんですっけ。私は、はい今含んだぞはい、おります、店頭でお待ちしております。じゃあ近藤さん目当てでぜひ行ってもらえたらなと、はい、あと近藤さんすごい提案力があるから、はい、何に合わせたらいいですかを相談してもらうとね、はい、自分にいいものが見つかるんじゃないかな、お役に立てれば、はい、頑張ります、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、じゃあねー。